ヒルデコネッツには、オーストリア出身のソプラノ歌手、ウィーンの生まれ。記事の音楽院で、ルドルフ・ニリウス、プラハで、ルュドミラ・プロハスカノイマンの訓導を受け、1929年に、ケムニッツで、リハルト・ワーグナーの、ワルキューレで、ジークリンで役を歌って、デビューを飾った。1932年から1938年まで、プラハの歌劇場に出演し、 1936年には、ウィーン国立歌劇場とパリオペラ座に出演した。1938年から翌年まで、コベントガーデン王立歌劇場に客演し、1947年、及び1955年にも、同歌劇場に客演している。1949年には、コロン劇場で、リハルト・シュトラウスの、影のない女やモーツァルトの、ドン・ジョバンニなどに出演した。 1950年には、ミラノスカラザに出演した。1970年代まで、歌手活動を続け、ウィーンで没した。この時、姉ア,アニーが、ブリュンヒルデー役で共演を果たした。ウィーン・アパーアンシアター、ニッテトセンバー1934、ウィーン・アパーアンシアター、14、2936、ウィーン・アパーアンシアター、30セプテンバー1936、 ウィーン・アパーアン・シアター。16テト・センバー1936。ウィーン・アパーアン・シアター。24フェブルー1937ハット,ウ19 19ハットウッ・ウィーン・アパーン・シアター。19枚1937ハット・ウィーン・スタッツ・オーパー。22エプリル1939。ウィーン・スタッツ・オーパー。2MRZ1967。ハット・ウィーン・スタッツ・オーパー。27セプテンバー1942。 ウィーン・スタッツ・オパー、29オクト・バー1942ウィーン・スタッツ・オパー、27フェブル千九1943ウィーン・スタッツ・オパー、18ノーベンバー1943ウィーン・スタッツ・オパー、一枚1945ハットシアターア,ンデアウィーン11ノーベンバー1945ハットシアターア,ンデアウィーン 21デトセンバー1945ハットシアターアンデアウィーン 22MRZ1946 フォルクスオーパー20セプテンバー1946シアターアンデアウィーン13オクトバー1946シアターア,ンデアウィーン28枚1947ありがとうございます